小山評定について、徳川家康は、慶長5年7月24日、上杉景勝を討伐するために、会津に向かっていた途上、下野国小山に本陣を置いた。その時、石田三成挙兵の方が入り、翌25日、急遽家康は本陣に諸将を招集して軍議を開き、このまま上杉を討つべきか、反転再上して石田を討つべきかを論じた。家康に従う諸将のほとんどは豊臣家譜代の武将で、大阪に妻子を残してきており、その去就が家康にとっては攻防の境目だった。この時、尾張の国清洲城主の福島正則が家康のために命を投げ出すことを誓い、続いて遠江の国掛川城主の山内和豊が家康に城を明け渡してまでもお味方しますと進言した。和豊らの嫌疑が諸将の気持ちを動かし、家康支持で固まった。家康は特にこの時の和豊の嫌疑を古来より最大の功名なりと激称した。こうして家康率いる東軍は、石田三成討伐のため、退場することに決した。